水戸原洋介は、日本の実業家。日本調剤代表取締役社長。日本ジェネリック代表取締役社長。メディカルリソース取締役会長。調整道製薬代表取締役会長。北海道札幌市出身。父は、日本調剤創業者の水戸原博士。当院学園高等学校を経て、1999年。 一つ橋大学小学部経営学科卒業。在学中は会計学の伊藤国尾ゼミに所属。大学卒業後日本調剤に入社。2001年日本調剤経営企画部長。2005年日本ジェネリック取締役。2006年日本調剤営業推進部長。メディカルリソース取締役。2007年早稲田。大学大学院ファイナンス研究科修了。ファイナンス修士。 同年日本調剤取締役営業推進部長2008年明治薬科大学客員教授2010年ファーマベネフィット代表取締役2013年日本医薬総合研究所取締役2014年日本調剤取締役国際医療福祉大学大学院客員准教授管理体制の整備などにあたり2015年日本 調剤常務取締役に就任。2017年日本調剤専務取締役。2018年、ジョンズ・ホープキンス、大学公衆衛生大学院マイルパワー、プログラム入学。2019年日本調剤代表取締役社長、及び日本ジェネリック代表取締役社長、メディカルリソース代表取締役社長。 日本医薬総合研究所代表取締役社長、調整道製薬代表取締役会長。2021年5月、ジョンズ・ホップキンス大学公衆衛生大学院、終了。2021年6月メディカルリソース、取締役会長。ありがとうございます。